両剣座 β 星は、両剣座で2番目に明るい恒星である。黄色の G 型主系列星。両剣座で1番、明るい α 星の側にあり、α 星と β 星のペアを、星座の中の南の犬とみなしている。両剣座 β 星は太陽に比べて、やや金属が乏しく、質量、年齢、その他の特性において太陽に非常によく似ている、恒星である。 このためにソーラーアナログと呼ばれる。文光工学による観測では、3AU の軌道を6.65年の周期で回る番星の存在が示唆されているが、測定器の感度限界まで用いてもこの構成には番星が見つかっていない。また、褐色外星がこの構成をめぐる軌道にないか探索されたが見つかっていない。この構成のスペクトルは、 最層から非常に弱いカルシウムイオンが検知されており、スペクトル型が似ている構成とスペクトル比較を行う上で有用な基準になっている。2006年、天文生物学者マーガレット・ターンブルは、量検ザ・ベータ星を地球外生命探査において最も有望な構成と位置づけた。天文生物学上、10%パーセク圏内では最も太陽に似ている構成であることが理由である。 型有名のカラは、南の犬を表す二つの星に与えられた名であるが、後に、ベータ星を指すようになった。チャラはギリシャ語で、可愛いもの、親愛なるものを意味する言葉に由来する。2016年7月20日、国際天文学連合の構成の命名に関する、ワーキンググループは、了見ザベータ星の固有名として、チャラを正式に承認した。ありがとうございます。